6月10日の大会まで残りわずかですね。今日は2017年5月の31日、5月最後の日です。朝4時49分でーす。お疲れ様でーす。じゃあね、練習しますか。騒がしい服装そうかな。いやいや、便所太郎なんよ。打倒便所太郎なんよ。俺の対戦相手はテルチャンピンだから。そうだよ。俺の相手、っていうか、ヨシピコ全然知らないんだな。こんな感じだよ。俺の対戦相手、テルチャンピンだよ。ヨシピコ全然来なかった。忙しかったの？ワード2おはよう。のんちゃん出ないよ。みんなおはよう。通知来た？大丈夫。通知来た。
なんかこれで俺のこと殴れるんだよ。通知来てた。ありがとう。おはよう。力いらないからさ。これで大丈夫かな。ガードってこれで大丈夫かね。これ高いかな。どこだっけ。マスちゃんおはよう。痛くないぜ。
分休憩。はよ、来週土曜か。そしたら今度また殴って。おはよう。おはようございます。来週土曜か。再来週？来週土曜か。早いな。
るんだよ。終わり。一発休憩。風船ありがとう。風船ありがとう、みほちゃん。
車道。はい。よーい、スタート。おはようございます。おはようみんな。
まあ、おはようか。おはよう。おはようございます。汗がやばいな。これ長袖熱い。長袖めちゃめちゃ熱い。今日は汗かく。いや、かっこよくないでしょ。かっこよくないでしょ。汗ありがとう。汗ありがとう。汗がすごいよ。滝。止まんない。どう？汗かいた？気温が、そうっすね。暑い。汗がね、もうサウナみたいに出る。もうずーっとドバ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 。また室内だと、もっと汗かくだろうね。冷房ガンガンにしてもらわないと。
俺和道だわ。俺どれじゃねえわ。和道だわ。俺和道だよ。ああ、頑張ってるよ。名前間違えんなや。失礼だろ。おはよう。前おはよう。普通に間違えんだよ。それが一番傷つくよ。あっつい。おはよう、ボンマスさん、おはよう。楽しんでっていい？今度インドーの練習していい？ボンちゃん立って受けてくんない？絶対強く蹴んないから。右足にこれつけて、で内側につけてほしい。出まーす。あ、逆だ、左だ。Thank you.
また殴って。進撃の巨人みたい。いや、来てから放送回したから40分ぐらいじゃん。ロータスやってみようか。進撃の巨人。目型の巨人ね。金山さんいらっしゃい。朝練っすね。目型の巨人っぽかった。ブラーカーってきた。よしおさんいらっしゃい。やすおさんか。おはよう。そうだね。坂さんおはよう。おはよう。職人さんありがとう。フォローよろしく。ワズ2。
思いっきりそれで打ったら痛い、ロンちゃん。手痛くなる？それで思いっきり打った。どう？ロンちゃんのフルパワー。拳痛めるかな？そうだね、減量してて。もともと、17キロぐらい増やしたんですよ。この2ヶ月で。82キロ前増量したんだけど、動けなくなったから、6キロ絞った。47歳。ちょっと一発思いっきり左入れてここにね。ああ、重いな。あ、でもそれくらい大丈夫かも。腰は痛い。重い。いいよ。どうすごい体力削れるでしょ。力入っちはい、ワードツーアータン。おはよう。じゃあさ、軽く次さ、痛くなるかもしれない。大丈夫。で、軽くと、折りますって言ってよ。休憩していくとどうって感じでいいかな。もう、ひたすらパンチ怖いの直さないと。今日の課題はパンツのビビリをなくします。そのパンツが怖いんで最近それを直します。
中切れた。うん、いいパンチ入ったもん。のんちゃんのパンチで口の中切れました。二発いいの入ったもんね。なんていいパンツだ。腰入ってるよ。女の子のパンチでこれだもんな。茶道やるわ。
フォームっすか？どんな感じですか？ぜひぜひ。鶴さん、おはよう。参ったね。暑い。のんちゃん、俺のこと殴るのまだいける？もうちょっとだね。オッケー。シャドウの時のフォームは、いやー、シャドウ今日ガード開けるように癖つけてますね。あんまりにもひどかったんで。本番になると崩れるんですよね。空気読めない。ヒカルくんの左胴がまだ痛い。3日引きずってる。あー、カウンターはやるつもりないですね。ヒカルくんの左、右胴がまだ痛い。ももにバチコン入ったやつ。桃缶バッチリ入った。うぜぇ。3倍目光る。うざかんね。
と、都心っすよ。新宿のビル群が見えるでしょ、奥に。見える？タワーマンション群が。今真ん中に立ってるのが一番、日本で一番でかいタワーマンションだ。60階建て。バカみたいにでかいよ。ほら。すごいよね。あれが多分今日本一のタワマンがあれだと思う。60階建て。最近できたばっかでまだ入所。決まってない。俺タワマン住みたくねえよ。地震できたらこんなん崩れたらドミノ倒しだぜ。はぁ、あ。映画のセットみたい。まあここはね、ロケーションいいよね。住宅街だから避けてたんだけど、でっかい公園通報入っちゃったから。東京の公園って感じだよね。狭くて。小さくて狭くて、こう、住宅街にボーンって。アイキャンフライ。クボツカ。このバンテージのかっこよさってやばいよね。このバンテージのかっこよさが異常なんだよね。うん。なんか5割増しぐらいでかっこよく見えない。バンテージ。これ2000円したけど買ってよかったもんね。もうボロボロだよ、バンテージ。ずっと使ってるから毛羽立って。ボロボロ。汗拭いて。これもう一生の思い出だよ。バンテージかっこいいっすよね。なんか、空手ではバンテージ巻かないんで、剣サポダサいんで。なんか男の子だったら一回はバンテージ巻きたいよね。わかる？ずっと巻いてたいよね、っていうか。もうバンテージと共に一生過ごしたいよね。竜みたい、ストリートファイターの。これ手袋じゃなくて巻いてます。僕は巻きにこだわってまして。タチウヒコさんと俺だけかな、巻いてんのは。ドレさんと、メレド太郎さんは、はめるタイプのバンテージでした。憧れの職業だよね、男の子だったら、ボクサーは。ボクサーじゃないけど、俺生主ボクサーだけど。いや、ももマジいて屈伸ができねえ。選手と接触できないんすよね。ベンド太郎さんに確認したけどダメだって。会場から一歩も出さないって。客が萎えるから。でもすごいシビアな世界だよね。負けた方どの面下げてさ、歩きゃいいんだよな。勝った方はさ、官軍だけど。勝った方はさ、もうずっと声援浴びるわけでしょ。負けた方はさ、なんて声かけていいかわかんなくね。引きずるよね。こんな思い二度としたくねえ。やっぱ思うんすか？したらよかったとか。たられば。寝る前とかシーン蘇る漫画の世界だね。まあそうだよね。勝ったらもうね、もう気持ちよくて終わりだもんね。でも負けたくねえな。
絶対負けたくない。俺には負け似合わないじゃん。みんなが見たいのはさ、不可能を実現する力じゃん。絶対負けるって言われてたおっさんが勝つところ見たくない？もう 100% 負けるって言われてんだよ。序盤なんか。ねえ、絶対お前勝てないって。そんな運動もしたこともない、喧嘩もしたことのないおっさんがさ、息のいいの、喧嘩っ早いのに負けるに決まってんじゃんって。ずっと言われてきたもん。だから勝ちたいんだよね。ねえ、飲んで。嘘？マジで？一箱。セブンさん大丈夫かね？もうこの時期治んないっすね。うん。この時期治んないっすね。すごいでかいハンデおったな。写真撮影しましたよ。あの、ステッカーの。見る。写真撮影のステッカー、これで作ろうと思います。写真。これがステッカーになるんで、あの、背景加工してね。楽しみにしててください。1000円で発売します。この前、ツイッターで公開したデザインプラス、この写真をくっつけます。買って買って。帰ったらステッカー制作枠やります。おー、ベニーさんいつもありがとう。おはよう。おはようございます。ペニーさんどこ住みなの？コラボしたいよね。なんかミュールもお世話になってるし。あ、いつもありがとうね、ペニーさん。なに、ペニーさんってヤクザなの？すげえもんもん入ってるけど。いつもありがとう、ペニーさん。蒲田なんだ。そんな遠くない。時が来たら、うん、いつでも、ぜひぜひ。ちょっと試合終わってからの方がいいよね。今多分僕がカッカカッカしてて、普通に喋れないんで、うん。ちょっと待っててください、ペニーさん。ボクサーが縄跳びするのは、ちょっと見てて。こう、跳ねるじゃん。もうそのボクサーってパンチが重要って言われてるけど、足の方が実は重要なんですよ。うん、こうやって的が動いてたらパンチ当たりづらいでしょ。バレーにおはよう。的を外すためなんだよね。ドレさんが言ってたのは、ボクサーのパンチ、ボクサーがパンチもらわないのは、
目がいいからじゃないんだよって、運動神経がいいからじゃなくて、常に動いてるから当たらないっていう確率論を彼らは知ってるって言ってた。もちろん目もいいし反射神経もいいんだけど、それ以上にフットワークがずっと動いてるから当たらないんだって。要はずっと的を外す動きをしてる。拳銃でもそうじゃん。的が動いてたら弾が当たんないでしょ。それと一緒。あとまあ基礎体力とかね、もも筋とかふくらはぎとかバンバン鍛えられるから。だから俺知らなかったのが、キックボクサーは楽だなってみんな言ってたの。ボクサーの試合の人は。ボクシングの方が足が痛いって言ってた。足腰が鍛えられないとボクサーはできないんだって。パンチは全部足からなんだって、土台から。初めの一歩読んでたらさ、そう書いてあるけど、みんなやっぱそう言うんだよね。キックあると足楽でいいよなーって。痛いけどね、その分。筋肉疲労はボクサーの方が足が疲れる。旅終わったからでいいですか。やりますか。
ゃまい。おはよう、A さん。格闘技続けるつもりないよ。おはよう。俺ファイターじゃないから。おはよう。一分休憩。はい。お、ネット王子様、いらっしゃい。おはよう、イレブン。おはよう。おはよう。
もう30秒。ラスト。ラストだっけ、これ。3ラウンド目。うん。今1ラウンド目だっけ。ちょうど1時間半。お疲れ。
みんなお疲れー。お疲れ様でーす。疲れた。いよいよ10日か。早いね。すぐだね、もう。参るな。おはよう、クリスティさん。おはよう。おはよう、ニナ。クリスティ捨て垢だったんだ。そうなんだ。おはよう。
は破けた。ボロボロ。ああもう破けたわ、ほら。ああダメだね。破けたか。寿命が来たね。寿命が早かった。いやこいつも頑張ったよ。グローブが壊れました。本革のグローブ使ってるから、うん、俺の合成だからさ。あこっちも破けてきてる。へたってきたね。じゃあ皆さんありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。